Australia welcomes you to this Japanese language broadcast. HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノドラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。日本とブラジルの間に就好条約が結ばれて今年でちょうど100年になります。日本から見れば地球の裏側にあるこの遠い約束の地に1908年から73年まで合わせて25万の日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧としてHCJB の日本語放送アンデスの声も31年放送を続けました。そしてこの度初めてこれらの人たちにお会いする機会が与えられたのです。アンデスの声のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジル南部の美しいクルティーバの町、そのクルティーバの教会で放送を聞いていらっしゃる教会員の皆様方といろいろお話を交わしまして、その晩ですね、教会の牧師先生の、梶村健二先生、そして奥様の手料理のごちそうをたっぷりいただいてお腹をいっぱいにしましてですね、夜行バスに乗ったわけですね。ロンドリーナに向かってクルティーバを立ちました。寝台バスというのは本当にあの設備がですね、本当に寝台バスと名前が付けられていいほど寝台のようなバスなんですね。全く真横にはなりませんけど、ほとんど真横になってゆっくりと寝られるようなバスになっております。毛布やそれからシューズも揃っております。それから飲み物もちゃんとあの冷たい飲み物が用意されてるんですね。夜寝て朝目が覚めると目的地に着いているという寝台バスに乗りました。クルティーバを真夜中に出まして、翌朝の6時にロンドリーナに着きました。ロンドリーナは北パラナの首都として1930年頃に作られた町なんですね。高層建築が並立する堂々たるメトロポリタンの町です。ここで最初にこの北パラナを開発を手掛けた時に、このロンドリーナは国際植民地という形で建設がなされたようです。そこで、商事主を主体に大口の土地分譲を避けて、あらゆる国籍の移民の人たちを入れたことが成功の要因と言われています。そこでロンドリーナ周辺にはこの日本人の他にですね、イタリア、ドイツ、ポーランド、ウクライナ、オランダ、ハンガリー、リトアニア、オーストリア、そしてフランス、スイス、ハッケイロシア、そういった方たちの移民の人たちや、また村の人たちが、町を築いております。ですから将来にかけてやはりこういう国際的な、人たちによって形作られる、都市というふうに見られております。バスを降りましたら、ちゃんとその教会のお前先生が迎えに出てくださいました。
旅をしておりまして、そういう案内くださる方が現れますとほっといたします。そうですね。そして大前先生のお家でちょっと一休みさせていただきました。朝が6時というので早かったんですね。一発の中で寝たようですけれども、やはり揺られてるせいでしょうか、体が寝ていない部分もあるようなので、まあ集会は午後なので午前中ちょっとお休みくださいということで、横にならせていただきました。で、大前信夫先生はまだこのブラジルに来られて何年くらいですかね、まだ5年くらいですか、そして日本の方でやはり中学生の頃にはアンデスの恋 BCL という言葉には親しんでおられたということでした。お昼には教会の皆様がそれぞれ自慢の料理を作って、ご馳走してくださいました。何が並んだと思います？もちろん日本人ですからご飯が出てまいります。そしてお餅が出てまいりますと同時に、チキンですね、鶏が必ず出てまいります、ね、もちろん牛肉も出てまいります。巻き寿司もありました。おにしめもありました。本当に日本人の方が多いんだなと思いました。もう日本人って、ね、そういうふうに洋食と和食ともう一緒にもう食べることができるって言いますか、エンジョイすることができる贅沢な人種だと、本当に改めて思わされましたが、どこに行ってもそういう和洋混合のですねごちそうが用意されておりました。そして今ここに社員帳があるんですけれども、皆さん20人くらいの方がここでサインしてくださっております。関谷清さん、今野俊夫さん、この今野俊夫さんは1901年生まれですから今年は95歳、アンデスの声の一番年長者のリスナーでいらっしゃいます。今でもお手紙をくださっておられます。塚本雄吉さん、そして我が妻東って読むんでしょうか、菊さん、この菊さんからもよくお手紙いただきました。そして高橋寛治さん、もうごぼうの高橋、大変楽しいお手紙をくださる方です。イビポラン氏からは福田幸春さん、ひろこさん、戸田愛さん、戸田愛さんの息子さんの正則さん、愛さんのお孫さんのマリオさん、そして刈谷春夫さん、酒井真理子さん、高橋よしみさん、丹治さんの奥様でしょうか、木村清さん、佐伯千恵さん、福田明美さん、酒井正弘さん、岡林佳代さん、高橋喜一ダニエルさん、丹治さんの長男でいらっしゃいますね、中川富子さん、松本由紀子さん、このような方が皆さんサインしてくださいました。教会のその集会の入り口でですね、まずお会いしたのが、この今野俊夫さん、1901年12月12日生まれの今野さんですね、とても元気そうでした。そして、高橋さんがちゃんとそのトラックの荷台にですね、大きなお作りになったご自慢のごぼうを持ってきて見せてくださったんですね。私たちもそのごぼうを抱えて写真を撮らせていただきました。1月号2月号のラボスにはそのごぼうを皆様に見ていただきたいと思いまして写真を掲載しております。その高橋丹治さんをご紹介いたします。高橋と申しますけれど、この度は尾崎先生がおいでになりまして、お面会することができたことを幸いと思っております。私はここにおる方はみんなご存知でございますけれど、日本人、明治時代式の日本人でございまして、はい、この前も牧師先生がおっしゃいましたけれど、日本人を見たかったらこの後ろに一人座ってるから見てみろと、こういうくらいその私は日本人らしいんですね。したがって、その言葉も日本語ということになるわけなんですけれど、こちらのラジオでもね、日本語放送があるんですが、長波放送は
どこそこのマーケットではこういうものを安く売ってるとか、あの時計屋では品物を揃えて皆様のおいでお待ちした、そういう宣伝がもうよ4分の3個でその宣伝でございまして、そういうものを聞いてもあまり私は金がないからね、感じがないんでございます。ところがその HCB アンデスの声は、日本語ですけれど、そのあまりその私のところに時計がいっぱいあるとかそういうことは言わない、身に染み込むような命の糧というようなことを言いますから、私は大変好きなんでございます。それからずっと人様のお顔を見回しておりますと、私は戦後移民では一番終わりの方なんでございます。戦後移民というか、まあ、日本生まれとしては一番終わりかもしれません。終わりとは言わんけれど一番終わりの方なんでございまして、今のところ70代の人を相手に話しとったら日本語で通用するんですけれど、年の順からだん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 この世を去っていったとすると、私が一番と日本語だけの人が私が一番と残ってしまうと、こういうことになるんで、そのアンデスの声あたりが、ね、日本語をどんどん続けてもらうと私はありがたいわけですね。日本語という、私もね、順番に言って平均年齢の80まで生きたとする場合ですよ。そうした場合、私が80近くになったら 話し相手がおらんとなっちゃう、ねえ、ですが私より若い人は、こちらの生まれた方はもうポルトベースを知ってますから、日本語でなくても世の中を楽しく住むことができる。私は日本語ばっかりですから、日本語で人がだんだんいなくなったらだんだん寂しくなる。私はまあむつり屋ですから、あまり話もしんでいいんですけれど、そういうことになりますから、その特にアンデスの子みたいにその日本語の命の糧の言葉を言ってくださると、先ほど言いましたけれどありがたいわけですね。それでもうちょっと番組のことを言いますけれど、もうお便り交換室はまあ誰でも好きなんでございますけれど、私の性分としてはラジオ図書館というんですかね、まあ昨夜も聞いたんですけれど、今週から物部武雄というのが始まりましたね。私はそういうのが特別好きなんですね。もう音楽だって好きな嫌いというもんじゃないですけれど、まあ、その物部武雄とかそういう嫌い人の話をしていただくと、こういう番組は特に私は好きです。もう長い間私たち高井さんの作りのとごぼうを見せていただきたいと思って、わざわざここに今回もスケジュールを変更してきたんですけれども、そのものつまりちゃんとトラックにですね積んでてくださいまして、まず見せていただいたんです。まあ立派な長い、しかもまっすぐなごぼうがですね綺麗に洗われて束ねられてできてるんですね。やはり日本人でなければああいうごぼうはできないんだと思いますけれども、特に苦労なさってやはりごぼうを作りになったわけでしょうね。苦労つうか、苦労じゃないです。土地がいいんですか？いや、私はただ種まくだけなんですよ。種まいて6ヶ月待っておったらできるんですから。確か私より偉い方が作るんでしょ。特別に何か気を使っていらっしゃることはないんですか？ないですね。もう私初めからごぼうで言いましたからね、もう25年前からやっておるんですけれどね。もともとそのために来られたわけじゃないんでしょ？いろいろ作物をお作りになった上でこれにお決めになったんですか？そう、ごぼう作ろうと思ってブラジルに来たんじゃないですね。最初はどういうものを手掛けられました？いろいろですけれど、まあ、土地もね、ブラジルとしては一番狭い土地ですから、したがって面積の割に利益のある品物ということになりますから。
もう本当に高橋谷さんのごぼうを見て転覆いたしました。それだけのことをしていらっしゃるんだと思います。そして余儀として浪曲家としてお上手なんで、はい、ぜひ聞かせてほしい、お願いしましたら一節聞かせてくださったんですが、これは残念ながらオフレコということで録音させてもらえませんでした。本当に惜しいですね。皆さんに聞いていただきたいところです。イエス様が復活なさって、そして最初にマリアに現れるところのその場面を一部聞かせてくださったんです。このお父さんの浪曲について息子さんのダニエル君に聞いてみましょう。お父さんの浪曲ね、はい、ずっといつもお家で唸ってらっしゃるの？ええ、うちの隣の小屋でね、毎晩唸ってます。自分で作るんでしょあれ？ええ、今のはそうですけどね、大抵のは日本の誰かがね作曲とか作ったのを歌ってるんですけど。子供の頃ずっと聞かされて育ったの？ええ、聞かされましたけどでも小屋は遠いからそんなにうるさいことないですど、聞いたうちってどういう物語覚えてる？一番印象深いのは原爆のマスコっていうかな、それが一番最初彼歌ったんでしょうね。それが一番思い出にあるね。どういうストーリー？いや原爆の放射能を当たってね、一人の子供が白血病になる物語ですよ。でもお母さんはもう亡くなってしまって、親子二人でその子供が、白血病になってしまうんですね。でそれをお父さんがずっと育てていくんだけれど、いくら 何歳ぐらいかわからよく覚えてないですけど、結局亡くなっちゃうわけですよね。でそれでそのお父さんが戦争の、辛い部分、嫌な部分を語って、そういう物語なんですけどねいつかねこの教会でね何回も歌ってみんな涙流してるよ録音してくれないかしら。そーっとお父さん嫌がると思うのね。小屋に行ったってダメージじゃん小屋に入り込むの録音したのあります。録音したのあるから、送るのは大丈夫と思います。ごぼう作りね、なんか簡単なこと言ってるけど本当は大変なんでしょ？いや土台がねもうちゃんとできてるから、本当に今は種下ろすだけです。種下ろして水をね、僕はもう農大ね卒業しているんですけれど、やっぱり、父のやることはもうその全然口出さないです。ちゃんと自分で理にかなったことをきちんとやってるわけ。そう、もう、技術以上それがもう人生になってるかなね。それごぼうを作りながら死ぬということだから、お父さん見ててね、パパイ、私のパパイどういう人ですか？いや本人も言ってたように普通は黙ってますよねそれが本当の伝統的な日本人っていうんじゃないですかそして長男としてこれからどういうことを目指してます？いや長男としてって言われるとちょっと責任がねドーッとくりますけど、今のところは僕は町に出てね、働いてるんですけどね、その田舎の方は兼業という形で、だけど将来はやっぱりね、もう田舎の方を働くことになるんじゃないかな最初ね、そういうところで育てばやっぱりそういったものを身に染みてるし、自分なりに勉強したことを生かしたいという時期が来るでしょうね。はい、私もクリスチャンですから、ね、どのような方にお示しが来るか分かりませんけどね、そこは心を敏感にしていたいと願ってるんですけどお父さんいつ頃クリスチャンになられたの？僕が生まれるちょっと前じゃないかな。何かきっかけがあったのかしら？話聞いたことある？ええ、あります。僕は、今長男ですから、前の一人生まれてすぐ死んだんですよね、お姉さんだったんですけど、それが、きっかけだったじゃないかな。お母さんにとってもね、それがきっかけで信仰への道に入ったと思ってます。
その頃ここは山崎先生だったの？そう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 、山崎先生の奥さんがね、手を置いてね、お腹に、あれから死んでからもう子供が生まれなかったんだって。で、子供欲しい子供欲しいっていうとこ、先生はじめご婦人方がね、手を置いてお祈りしたら僕が生まれてきたんだ。それで信仰に入っちゃったらしいですね。そういう話聞いてますよ。お母さんは直接そういうこと言わないんですけどね、他のおばさんたちから聞きました。あ、教会に結びつきました。これからも神様が素晴らしい、高橋さんを育ててくださることを信じております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。一番が下手ですから、放送で、第何通目の手紙とかね、おっしゃるでしょ。それでうちのラジオがこの頃都合悪いものですから、あの方どうなさったかしら、お年だけれどと思って今奥さんにお聞きしましたね。はいはい、そうですか。よく聞こえた頃の話をしてくださいますか。息がはーはー聞こえてきたって頃の話を。記憶力が悪いんですけれどもね、本当にあの頃はよく聞こえましてね。それがここのね、ブラジル製の普通のラジオですよ。特別こんな上等のラジオではなかったです。はい、そうなんです、ブラジル製のでね、とてもよく聞こえました。マリンガ教会の吉野先生がね、教えてくださったんです。今度こういう吉野先生、はい、あの方がそうですか、教えてくれたので、もう最初の頃から聞いておりましたね。本当にもう日本のね、音楽は聞けるし、お話からニュースからね、はい、とても楽しみにして、また本当にね、心の糧にもなっていい放送。三浦彩子先生の周回峠も聞かれました。はい、聞きました。アンデスの声で初めからおしまいまで聞きました。はい、皆さん喜ばれ、でここにもシネマありましたけれどね、私行きませんでしたよ。もうアンデスの声で聞いておるからと思って、そしたらいつか敬老会で去年、おととしでしたかね、ここでシネマ見せていただきましたね。はい、私ね、こうおしゃべりでしょ、口は達者には下手ね。それで見たところ別に健康に異常はないように見えますけれどもね、生まれつきの腎臓下垂なんです。それが若いうちに分かって、日本ででも固定手術を受ければいいんですけど、ここのお医者さんはね、腎臓下垂なんて知りませんよ。それを固定する手術を受けたいと言っても、ああそんなことしない方がいい、やり損なったらなおひどい、こう言われますね。そうですから、いつも頭痛です。いつも頭痛ですからね、物忘れがひどいのですね。はい、それでもね、もう二度私もあの世に行きかかったのですけれどもね、神様はこの世に引き戻してくださったんです。全然違うね、本当にね。今から19年前、もうあの時は私もう最後だと自分で覚悟決めましたね。とにかくね、体がこうだんだん冷たくなってきてです、動き硬くなってきまして、生きてるのに。それで呼吸はしていたわけなんですね。心臓も動いたんでしょうけどね、もうその発作が2回来ました。で3回目来た時、来たらもう私ダメと思って、一生懸命主人呼んでも、主人はテレビを見てまして聞こえないんですね。それでも飼い犬、セパードの犬がね、私が父ちゃん父ちゃんと呼んでもね、主人が返事しないでしょ。犬はこれはおかしいと思ったんでしょうね。もう35キロもある犬が大きな声でうわーっと窓の下で泣いたんです。その声で主人がテレビから気を離して、犬に何したんだって言いました。その時やっと私の声を聞きつけて寝室へ来てくれましたね。でもう私言いました、父ちゃんもう私は最後よ、ね、ヨハネ伝の一章を読んでちょうだい、私はそれが好きだから、一番聖書の言葉に出会ったのはそこだから、主人に少し読ませてね、そんな話をしました。主人ももうどうしたらいいかわからないから、体冷たくなるでしょ。こうしたらそれが効いたのかね、戻ったんです。全く神様のお働きに、私ね、ですからどんなに苦しい時でもね、全然もう神様に任せておりますのでね、安心して暮らしております。ですけど体の中にそういうね、なんて言うか障害って言いますか、生まれつきの。だから皆さんに私言いもしません、その健康の悪いことを話すものではないとね、婦人の友でも読んでますから。
杉の友の読者なんです。はい。それだから皆さん私をねとても健康体と思ってくださってるようですけれどもね、こうにやかなところで長時間我慢できない、もう今相当もう来てるんです。うち帰って痛み止めでも飲みますけれどもね、いつもいつも飲みたくないからね。それでまあ集会にもご無沙汰しておりますけれどもね、心ではねお詫びしながら応答を結ばちゃんです。いや神様が一緒にいらっしゃいますね。はいはい、ありがとうございました。本当に、はい、き木村清と申します。はい、本当にありがとうございました。アンデスの声のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジル南部のロンドリーナの町へ出かけてまいりまして、ロンドリーナ福音ホーリネス教会の、午後の集会で皆様にお会いしてお話をお伺いいたしました。まあ、皆さんの声を全部取ることができなかったのが残念ですけどもね、先ほどご紹介しましたような方たちが皆さんこの集会のためにわざわざお集まりくださったんですね、はい、今お話くださった木村さんなどお体は不自由であるにもかかわらずこの集会のために来てくださって、もう今本当に疲れましたからすぐに帰って休ませていただきますとおっしゃってましたが、そのお帰りならほんのちょっと前の時間をいただいてお伺いいたしました。今度はこのロンドリーナからですね、大前先生の車で集会の後すぐにですねマリアルバの方へ参りました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書レディカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office office @gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうぞごきげんよう。さようなら。Join us for today's Japanese language program. Join us again tomorrow morning on 15410 kHz in the 19 meter band.